服以外は初めてっていうね。誰でもできるんやなこれ。湿った感じ。湿った感じです。確かに玄関に入ったらえ、そんな臭くなりますか？ぴょーん。はい、今回洗濯ブラザーズ YouTube チャンネル始まりますよ。始まりました。せーの、ワッシュワッシュ。ありがとうございます。どうも。さあ、今回ちょっと僕何も聞いておりませんでして、なんかかなりキャラの濃いお二人が未宿に現れたんですけども、自己紹介からね。いいですか？ちょっとこのラグはあるのは分かってるんですけど、ちょっと自己紹介と言いますか。で、私ね。はい。お名前は？お名前はラクニティアリルイです。え、ルイさん。ちょっと長いわかります。だからルイだけ使ってください。ルイさんですね。はい、ルイです。はい。で、ザラビアのミクです。ミクさん。お願いします。ザラビアのね。ザラビア。ルイさんとミクさん。はい。で、ザラビアっていうブランド。はい。ザラビアってブランドの名前なんですね。ブランドの名前です。ですよね。じゃあこのラグのちょっとご説明といいますか、どこの国のもので、どういったものなんでしょうか。はい。ルイさん。このラグはザラビアのブランドのラグです。はい。ザラビアの国。ザラビアの国じゃないね。ザラビアのブランドの名前。ブランドの名前ですね。国はモロッコです。あ、モロッコ。はい、モロッコです。モロッコで作っている。はい。ここはこのラグで私たちのモロッコで文化。ラグの文化。モロッコじゃないだからばでもアラビア。アラビア。アラビアの国の文化はラグとか。はいはい。あ、そうなんですね。モロッコラグっていうと、どっちかっていうとその旅をする旅人たちの旅の文化が持ってる人たちのトライバルラグとかっていうのは有名ですけど、そういうのではないラグなんですね。ぴょんぴょん。俺も分からんかったっす。どういうこと？どういうことですか？トライバルラグっていうのはモロッコとかそのトルコとかに遊牧民が使ってるラグを結構丈夫で持ち運びが便利なラグなんですけど、そういうラグと違ってこのちょっと見た目的にもそんな感じじゃないです。このラグはどうやってできたラグなんですかね。どうやってできたら、じゃあ私たちのモロッコでまあ言ってたの文化でのラグです。となんかいろんな私たちのラグの例えばトルコラグ。みんな知ってるトルコラグは1個スタイルでパターンズは同じ色だけチェンジなんとイランラグとかイランのラグも同じでもパターンが違う。モロッコはちょっと違う。モロッコはいろんなマテリアルの作るラグです。例えばこのラグでこれはリサイクルコトンのラグです。はははははは。全部コトンなんですか？いや、全部コトンです。なるほど。はい。これはもともとは何のそのリサイクルだったりするんですか？コトンはなんか全部のコトン、例えば服とか、カーテンとか、何でもコトンの入ってるこのコトンで、あとラグの作ります。なるほどね。これなんかもうなんかカーテンの生地っぽいもんね。はい。ツルツルの生地とか、いろんな生地がはい。などうこれ、あれですか？僕見た目的にこっちが表かなと思ったんですけど違うんですか？こっちじゃないでこれはオーラです。バッチオーラも多分なんか例えばこっちはファファのことなんですね。このオーラもイメージはフラットの切り物のコトンのイメージも作るも大丈夫です。ありなんですね。もし使いたいでじゃあなぜルイさんがこのブランドをやることになったんでしょうか？なんで？なんでかな。私前でなんか考える私のなんかオンラインショップを作りたい。だからこの時間で私いろんなもの探してた、勉強しました、とマネジメントしました。あとちょっとで私とミクさんで私も分かるモロッコ人だからミクさんのなんか探したネットでラグ買ったモロッコラグラグを買った出会いがそうなんです。この時間私言ったこれは何のラグですこれはモロコラグ。なるほどなるほど。イメージ。じゃあミクさんお客さんだったのね。の私のお客さんじゃない。違うんです。違うところでモロコラグを買って、あ、じゃあなんかオンラインサイトやりたいって言ってた。であれ私の家にこれモロコラグがあるじゃんってなって、モロッコの一番詳しいものやった方がいいよってもう小さい時からずっと使ってるので、そこから私たちはスタートしたんですよ。そこからまあブランドが生まれたと。なるほど。ラグだけなんですか。やってるのはラグとクッションカバーとか雑貨もあったり、ブランケットとか、まあ、その全部ハンドメイドで作られるものは結構多くって、モロッコで。じゃあメイドインモロッコ、メイドインモロッコのベルベル人っていう民族の方々が作ってるんですけど、皆さん女性で、それがどんどんこう伝統で受け継がれて作られてきたものです。素晴らしい。モロッコってあれですもんね、結構女性の活躍する場が少なかったりとか、そういう問題がね、いろいろあったりする。これを今日はどうしましょう。洗い方をこれ洗う。そうなんです。私たち普段、まあこれはもう押して洗ってもらって、まあ多少色が移っちゃうのも可愛いよねっていうお話にはしてるんですよ。そうなんです。もう一番簡単なので、でもう今日はプロの方々にちょっと違った洗い方をお教えいただければと。これはじゃあ玄関マットっていうイメージでいいですか？はい、玄関マット、まあでもどこでも使えます。ベッドサイド、そうだね。はい、キャビネットの前とか、キッチンとかもね。キッチンもいけます。本当にどこでも使えます。コットンだから。あれですね。だからまあね、こう一番汚れるもので、まあ毎日洗えないですし、ね、やっぱりこう買った後のケアがね、やっぱりこう買う方にとっても心配な部分であると思うんで、じゃあちょっとその辺を今日はやっていきますか。やっていきましょうか。はい。服以外は初めてっていうね。まさかの玄関マットとかこういうラグをね洗うっていうのは、まあ基本的には家でお家で洗う洗い方っていうのは多分皆さん知らないと思うんですけど、お察しのようにですね、これだけ色がいろいろとあるので、さっきちょっとテストしてみたんですよ。ほう。そしたらやっぱ色がやっぱ出ちゃうものも若干あって。はい。この状態をキープしたいっていう方のためにどういうケアがいいかっていうのをちょっと先にお伝えしたいなと思います。じゃあまずいつも通りプレウォッシュはプレウォッシュですね。プレウォッシュする。プレウォッシュをしましょう。で中性洗剤でシルク&ウール。今回はまあ皆さんね、この洗剤ない方は中性洗剤を選んでください。で僕たちは今回はこのダークカラー色柄物とシルク&ウール。中性洗剤です、両方とも。まず中性洗剤を選ばないと失敗しますと。色が出ちゃう。で用意するのはタオル、白いタオルと、あとその水のスプレーね。でそこに洗剤入れていただきましょうか。今回どっち入れたらいいですか？シルク&ウールですよね。今しっかり見なくても。大丈夫ですか？見直す。わかりました。一応 YouTube の撮影を今させていただきました。今勉強してますよね。何回でも見れますから。かしこまりました。いい匂いですね。これを中性洗剤と水を混ぜました。すいません。はい。じゃあルイさんちょっと洗いのことやるんで、次のビデオでちょっと出ていただくんで、一度ちょっとさようなら。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、じゃあミクさんにまずやってもらいましょう。はい、一応半分僕やりますから、半分やって。これ前処理っていうのをね、洗濯ブラザーズ YouTube チャンネルでは何回もやってるんですが、水洗いをする前の皮脂汚れとかをちょっと浮かしたいんですよね。で洗う前のケアっていう形でこういうふうに全体的にこうやってスプレーかけるだけ、こんな感じでちょっと湿らしてほしいんですよ。はい、じゃあこっちに半分やらせていただきます。できるかな。ちょっとできますか。どうですか。できてるな。いい感じですか。いい感じ。誰でもできるんやなこれ。湿った感じ。湿った感じ。簡単やな。ちょっとこんな感じで、私にもできるということですよねこれは。じゃあ誰でもできますよね。じゃあこれで。でこれでちょっと全体的に湿った感じが出てますからね。ちょっと触っていただいて、こんな感じです。湿り気が。結構濡れてますね。はい。でこれをちょっと10分ぐらい置いといてもらう。はい、で汚れを浸透今させてますんで、はい、終わったら濡れたタオルで拭き取りします、はいはい、おだけ簡単以上で、今度今洗剤入れたスプレーで一回こうやって全部拭き取りするじゃないですか、はい、今度はこの洗剤をただの水にします。あでそれがすすぎ洗いです。はい、わかりました。じゃあ10分経ったのでちょっと拭いていきます。拭き方はあ、こんなんで大丈夫ですか？全然もうガシガシ拭いていただいて、ガシガシこんな感じで拭いちゃっていいですか？中にも汚れがね、足とかついちゃう。あのね、ラグってね臭くなるんですよね。洗わないとね、汚れという、黒ずんだりとかありますよね。あとね、臭い。臭いよ。まあ確かに玄関にいたら、そんな臭くなりますか？あ、僕がなんか多汗症みたいな言い方します。多汗症だからね。なんか俺だけが事故ってるぞ。おいおい。俺だけがなるんですよね。そう、僕臭いんですよね、足がね。足臭いんですよ。ちょっとじゃあこれがそんな感じですね。おすすめですね。あ、めちゃくちゃいい匂いです。はい、めっちゃいい匂いです。こんな感じで。じゃこれちょっと僕はお水に変えておきますね。はい。まあこうやって洗剤成分をこう浸透させといてあげて、でタオルで拭いていってあげるっていうと。すごく汚れがタオルに吸着していくので、要は簡単なケアですね。で最後ちょっと乾燥だけは最後するんですけど、はい、ドライヤーとかでも使ってもらってもいいですし、すぐ乾きそうですね。簡単なので全体的に濡らすとなかなか乾かない時にお家で簡単にケアする方法としたら、こういう洗えないものを洗う時っていうのはこういう処理をしてもらうとすごく簡単に清潔に保てますね。いいですね。本当これなら1週間に1回とか全然できますね。そうなのでもう全然薄めて使っていただいて、で洗剤を入れて、今回ね気を使ってちっちゃいの持ってきていただいたんですけど、もっと大きいのあるんでしょ？本当はあります。6畳用とか5畳用とか、はい、あります。それって洗えないじゃないですか。なかなかそうですね。これが一番多分大きいラグ、洗うときにこの拭き洗いって一番いいと思う。いいですね。確かに。すみません、お水のはずが泡立っちゃってる。ちょっと待って。はい。ありがとうございます。綺麗なお水を。はい。これまた一緒のようにバーって拭いて。水です。はい。ちょっと一回置いて。いいですね。全体的にたっぷり。手慣れてますね。ちょっともう1回目にして収束しちゃう。これだともう色落ちしないで。そうですね。全く色が映ってないです。横にも。汚れも綺麗になります。これ簡単。これいいね。ぜひ。これいい。はい。もうボシャルウィットを購入していただいた方はこれでお手入れ。ボシャルウィットと言います。あ、ボシャルウィット。ああ、いいわ。はい、はい、これはもうだってすぐできますよ。そうですよね。ありがとうございます。じゃあこれでもういいです。これでいいんだったら本当に簡単ですね。こうやってゴシゴシしなくていいの？あ、全然もう拭き洗いで、例えばもう最終的にはこういう素材で端切れとかなので、ゴシゴシしていただいてもいいんですけど、中に汚れが結構溜まっちゃうことってあるんですよね。なんで、ブラッシングとかもしてもらうっていうのもホコリをかき出すっていう意味ではいいかなと思うんですけど、ウールとかではないので、そう、タオルで全然いいですよ。なるほどね。これでじゃあ洗剤でプレウォッシュのさっきの前処理で汚れを浮かして、でこれで拭き取ってるという汚れをいうことですね。これはだから結構じゃあ頻繁にケアできるんじゃないですか。これだったらね、どうしようもなくなってから洗うとかじゃなくて。本当ですよね。なんか気持ちいいままずっと使えますね。だから水の量を増やしてもらって、最初の洗剤量はあんまり増やさない方がいいかなと思うので、洗剤成分はもう3分の1ぐらいでもいいです。なるほど。普段は1対1で拭く時はやってますけど、洗剤1、そうですそうです、水3、2ぐらい、2ぐらいでいいと思いますよ。なるほど。終わりました。はい。であとはドライヤーで、ドライヤーってこう熱乾燥させてあげるとふわふわに戻りますから。すごい。裏までは濡れてないので本当にすぐ乾くと思います。表面の汚れをきれいにしたいとか、例えばそのファブリックで洗えないもの、そういったものをケアするときにはあんまり浸透、さっきみたいに浸透させすぎちゃうと今度輪染みになっちゃうんですよ。で早く乾燥させてあげる方がいいんで、ドライヤーで乾燥させてあげると蒸発してくれるんで。ああ、じゃあ外に干さない、晴れてても外に干すよりはドライヤーでいいです。ドライヤーでね。へえ。いやめちゃ、じゃあ30分で終わりますね。30分かかんない、かかんないね。これぐらいのサイズだったらめっちゃ簡単です。そうだから皆さん洗いましょう。洗ってください。どんどんどん。これが拭き洗いの正しいやり方です。すごい簡単でした。なんかあれですか、どこで買えるんですか？こちらはザラビアのオンラインサイトがございまして、はい、そちらでちょっと皆さん見ていただきたいなと。ちなみにこれおいくら？これで3万5,000円ぐらいですかね。はい。手作りで。そうなんです。そうなんです。すごいな。これだってこれあるだけで超映えますね。そうなんです。お家が1枚でもすごい可愛いですよ。可愛い。で洗い方はさっきみたいにね、洗ってもらったらいいんで。なるほどね。ケアもできる。ケアも3万5,000円がずっと10年も。そうですよ。一生使えますから。はい。なるほど。じゃあ今日は日々のケアとしての簡単なねやり方をちょっとお説明したんですけど、これ実は洗えるんですよね。はい。じゃあ洗います。普通にお水に浸していただいて、ちょっと洗剤を入れて、押し洗いしていただいて、でまたちょっとお水で流して。で干すっていうやり方があるんですけれども、普段それをおすすめしていて、今日は一番で色も出にくくなってますね。そうですね。コットンでそこまで色移りもしないので、洗っていただけるっていうところで、はい。じゃあね、その洗剤選びはちょっと中性洗剤とか、そのね、あんまり強い洗剤を使わない方がいいということだと思いますんで、それで選んでいただいて洗っていただければ大丈夫ですと。じゃあちょっとこのブランドのご説明をお願いしてもよろしいですか？はい、私たちはザラビアのセレクトがございまして、違うってちょっとすいません、呼んでもいいですか？ああ、呼ぼう。すいません、ちょっとすごい時間が多いので、すいません、じゃあ最初のパートだけ。はい。ザラビアのブランドで私たちの色はヴィンテージのと新しいのセレクトとオリジナルですね。オリジナルね。これは？これはセレクトです。あ、セレクトなんだこれは。へえ、なるほどなるほど、そういうことですね。終わり？の？でここまでじゃない？でいろいろこういう柄もあったりとか。はい、これからボシャルウィットっていうコットンの。ボシャルウィット。はい、リサイクル衣類コットンを切り裂いて作ったラグと、この他にもメインでウールラグっていうのがあって、全部ウールで編まれていたり、それのヴィンテージだったり。ヴィンテージって何年前ぐらいのものになるんですか？はい、1980から。1980年、40年前。もあります。その状態もなんかすごく綺麗なんですか？それ洗いたかったな今日。ちょっと大きいののやつ。大きいな。ヴィンテージはあんまりちっちゃいよね。見てみたい。それどこで見れるんだっけ？オンラインショップです。なるほど。はい。ありがとうございます。はい、オンラインショップ。全部出てますオンラインショップには。そのヴィンテージも。ヴィンテージと新しいとオリジナルで全部出てる。ネットで買える。まだ私たちの今はストックはちょっと。多いだからゆっくりゆっくりアップのします。ああ、なるほど。まだアップされてないのもある。インスタグラムは何で調べたら出てきますか？はい、ザラビア_デコザラビア_デコね。はい、なるほど。ぜひチェックしてください。オッケー大丈夫です。じゃあオンラインショップぜひURL をちょっとこの辺に貼っときます概要欄に。ありがとうございます。あとは洗濯ブラザーズのインスタグラム洗濯_ブラザーズ、そしてオンラインショップlibre.co.jp の方もぜひご覧ください。はい、今日はラグの洗い方拭き洗いでした。ありがとうございました。ありがとうございました。